めちゃめちゃ雨すごいんだけど、聞こえる雨の音、雨がすごい。おはよう。雨がすごいです。おお、お茶の子中の名前と、みんなもお茶の子ちょうだいね。お茶の子中、お茶の子ちょうだいね。雨、雨降ってる。今もう寝れた、めちゃめちゃ寝れた、めちゃめちゃ寝た。だみんなまだ寝てんじゃない。財布はないよ、見つかんないよ。昨日捨てられちゃった財布は。昨日お財布捨てられたらもう見つかんないよね。大体3、4万ぐらい入ってた。3、4万円ぐらい入ってた。まあほら、お財布4つぐらいに分けてたから。おはようございます。まあ、全額入れて財布1個に入れてたら取られたわけじゃないから、まあまあまあ気を気持ち入れ替えていこうよ。皆さんお茶枠お願いします。財布すられたんで、財布すられたんでお茶枠お願いします。赤さんお茶枠お願いします。何ていうか盗まれた、すられた、お釜にすられたからね。友長長のヘブダブルだからね。そう、これさ、お茶を飲むよ。何食べようかな、朝ごはん。カードとか入ってない、大丈夫。もうちょっと飲むよ。いや、もう釣ったやつ分かってんだよ。配信の録画に映ってて、あ、こいつだみたいな感じで。でお釜なんだよね、マッサージ屋のお釜だったんだけど。で、そいつのとこ行って、まあ、撮っただろうとかって言ったんだよね。あ、うん、私やってないよ、もう。もうそれでしら切られちゃったらさ、もうそれ以上できないじゃん。トーチョーチョーカジュルダバイト。あいつ以外いないからね。血液ちゃうまでラバイト。ほんと数秒だよ。いや、プロだと思うよ。もう手慣れてる感じだよ。そう、印象は、まあ、もともとほら日本の一案がいいとは思ってないからさ。画面がね、暗くなったり明るくなったりしてるからね、このオートフォーカスが効いちゃうんだよね。画質だよさ。I coffee.サンドイッチでいいです。バゲット、バゲット。バゲット。バゲット。ないんだ。なくなったかもしれない、前回のやつが。前回バゲットピザ食ってたもんね。ないな。ないんだよ。じゃあ別なのにするか。カンボジアピザ。
Somebody have pizza? Yeah. Only one? Only one. Okay, okay. Yeah. Thank you. 画面暗くなっちゃうと見えない。うん。あら。処刑らしい。そう、雨降ってんだよね。2日目にして早速雨なんだよ。雨がこの上の天井にね、当たってる音。いや、財布出てこねえ。すられちゃってさ、昨日配信中に。配信して歩いてたらさ、なんかマッサージ屋さんのニューハーフ、レディーボーイが近づいてきて、俺のこの辺触ってきたのよ。左手で。左手でこの辺触ってきて、お兄さん、マッサージーとかって言ってたから、ノー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 って言ってて、その間に、多分右手で俺のバッグ、ここら辺にあったんですよ。バッグに手入れてスラッグ。もう俺はもうオカマは全員嫌いですよ。オカマは全員、そう、ボディタッチで気を引いてするやつ。オカマは全員嫌いですよ。だいたい3、4万ぐらいで、お金で言ったら3、4万ぐらい。オカマはオカマなオカマなんて大嫌い。これだよ。いやチャック、いや開いてないよ。このバッグなんだけど、必ずチャック閉めるの。で、そいつがいなくなった後にスーパーマーケットだから、スーパーマーケットで買い物しようと思ってレジで見たら。開いてたんだよ。で、開けられてたんだよね。で、あれ財布ないってなったの。ATM にもまだ行けてないから、今日ね、後で行くよ。手慣れてるよね。左手でここ触って、俺の気を引いといて、ピッて、ちょっとピッて開けて、初、人生初。人生初する。もうやめて。もうカードとか入ってたから、財布分けてたから、財布4つぐらいに分けてて、だからちっちゃい財布も、ちっちゃい財布は無事だったのよ。大きい財布、たくさん入ってる方をすられて、あとはもうホテルに置いてあったから、このちっちゃい財布は無事だったんだよね。ね、やばいね、そう。あとホテルに置いとく、もっと小ぶりなバッグにしよう。いや、言うのは簡単だけど、カメラとか配信機材入れるのにもっと小ぶりなバッグじゃ入らないんだから。普通の観光客と違ってカード類は俺絶対持ち歩かないから、普通の観光客と違って、配信者だとさ、モバイルバッテリーだとか配信機材あるとか、そんなちっちゃいバッグじゃね、持ち歩けないから、そう、小分けは大事よ。小分けするので。いやだからカード入ってねえってさっきから何回言わせりゃ分かんないね。手に入ってたら、さあ置き引きも気をつけないとね。今ナウ、もうジャストナウ、1分前に財布は分けてたからカードは大丈夫っていう発言をした、そのジャストナウ1分後に免許証は入ってなかったの、おかしいだろその質問が。イライラさせんなよ。ジャストナウ、ジャストナウ、開口口がでかすぎたらやられるって言うけど、じゃあ配信やってみろよな。え、な、入り口がちまちましたガマ口みたいなカバン持ってな、配信やってみろよ。できないから。今日の予定はね、一応ね、水祭りがあるんで、水祭りを見に行くのと、あとね、ちょっと村に行こうかなとは言ってたんだけど、この雨だから、この雨だからね、ちょっと予定変更するかもね、少しね。なんかくるくるする。いや、どうなんだ、雨でも水がきやるのか分かんないよね。雨の音激しいです。上のなんかトタン屋根みたいな、何トタンとは違うか、ビニール屋根に当たってると。こっちもね、ボートレースやるみたいだよ。画面暗くなるのはこのカメラの仕様だよね。スマホの仕様で、アンドロイドでやってるから、フォーカスで自動にこう明るくしたりするのよ。夜遊び組は何時頃まで夜遊びしてたのあれ。っていうか今日さ、原田よしきがさ、
原田よしきがアンコールワット行くって言ってたけど、行ったの4時半に起きて行かなかったのかな。24号だね。でもほとんど、あ、行ってた、アンコール配信してた。まあ電波あんま良くないからね、あっちもね。この雨の中行ったんだ雨降ったのにいや、ほら、初めてだからアンコールワットとかも行きたいんじゃない、派手な傘かけた10ドルで昨日の何、そのワンタローとかバファリンも行ったのワンタローバファリンはなんか夜遅くまで配信してたからダメでしょ。カバンがね、横にしてたから若干後ろになってたんだよね。もうカバンなんか大嫌いだよ俺。雨うん、夜遊び組の配信ちらっと見た、まあ、まだこの時間じゃ起きてこないから。原田よしきはでももう帰ってくるんじゃねえかな。え、何そのワンタロの、何今更ワンタロの口の聞き方のこと言って。俺たち配信者が年上に口の聞き方が分かってたら社会不適合者じゃなくて今頃ねサラリーマンかなんかやってんだよ、うん、サラリーマンかなんかやってて満員電車でふわー今日も満員電車だとかって通勤してんだよ。それができねえからこれやってんだろ、うん、今さら口の利き方とかいちいち注意してんだよ、うん、そんなちっちゃいかって、ちっちゃい、もう気にするところが、うん、ちっちゃい。まあ、よく可愛がられるな。まあ弟気質はあるからね。よし、朝ごはんケーキ。いや、もう財布すられたからいつもイライラしてるからな。からブロックはしないけど、俺ブロックはしないけど、いや、あのさ、この店客少ないくないって言うけど、日本ではもう朝9時かもしれないけど、ここ朝の7時だからね。朝の7時で客入ってるとかあんまないだろ。あ、ワンタロまだ4時頃飲んでたんだ。2時間差だね。カバンを置きっぱなし、え、なんかあったの。カバンを置きっぱなしにしてた人いたの。え、カバンを置きっぱなしにしてたのが悪いし、なんかやられた？別行動でもないけど、朝起きたら順々に行くんじゃん。いや、おかまはわかるよ、うん、おかまはわかる、もう見てわかる。こういうようで食べるとき、必ずカバンが目に入るから。酒屋がしゃい、よろしく。もんちゃんはね、今日合流して村とか行く予定なんだけど、雨だからね、どうなんだろうね。ここのホテル大体一泊1000円ぐらい一泊1000円ぐらいで、まあ、2週間で大体、1万4000円とか。もっとね、高級なホテルもあるけど、そんなとこ泊まっても面白くないから、安宿泊まってる方がいいし。今日は気温涼しい。今日は気温多分20度ぐらいじゃないか。安宿。ここゲストハウスだから、こう観光客が結構安い。安く旅行するのとか、あとカンボジアにマリファナ吸いに来る人が泊まるようなことだからあの夜ここ、夜ここプールサイドのバーなんだけど、夜来ると周りマリファナ臭いもん。あ、炊いてんなみたいな、炊いてんなみたいな感じなんだね。シャワーついてるよ。
あもう岡場なんか大嫌いです。今まで以上にマナミンが嫌いになった。